せいせいさんはどんな農家ですか？急に失敗系ノーチューバーです。うっそ、プロ農家って言ってくださいよ。そうか、そうか、それを聞きたかったのに。もう一回言ってもらっていいですか？あ、もうこれでいいですもん。プロ農家です。今頃って、はい、プロ農家です。そうなんですね、はい。でもうち草刈りひでチャンネルじゃないですか、はい。今日そうなんですよ、農家の方って草刈りって大変だと思うんですよ、はい。でもそのなんか大変な草刈りがちょっとでもこう楽になったらいいなと思って、もう散々いろんな草刈りの刃とかいろんなものをこうやってきたので、はい、今日よかったらあの、うん、せいせいさんとあのこういうグッズがあると農家さんすごく楽だよっていうお話ちょっとできたらなと思ったんですけど。なるほど、いいでしょう。プロ農家の定めだ。お、なんかもう定めになりましたね。ちょっとでもせいせいさん聞きたいんですけど、はい、草刈りってお金かけたいですか、かけたくないですか？草刈りってやっぱりどんなに草を買っても儲かるものじゃないので、はい、1円でも多くはかけたくないですね。ですよね、さすがプロ農家らしい言葉ですね。プロ農家の言葉です、はい。それを待ってました、はい。最初なんでそれプロ農家って言わなかったんですか？そういうふうに台本をください。台本なしですかね、これね。全くね、今やってます。わからなくなった、はい。でも本当多分お金かけたくないですよね。かけたくないです。だから今回ちょっと用意したのは、なるべくこうお金もかからなくてでも作業性が良くなるよっていうようなのをちょっと見繕ってきたんですね、いろいろ、はい。素晴らしいです。それをちょっと紹介できたらと思います、はい。まずこれ分かりますかね、これこれ何ですか？それテトラポットですか？全然テトラポットじゃないと思いますけど。テトラポット、なんだっけ、あの浮きですね、海に浮いてる浮きです、ね。それ V でもないです。V ですね。違いますよね、これ多分見てる方皆さん分かりますけど、さっきだってせいせいさんやってたじゃないですか。ああ、これあれですね、はい、ジズライズ。さすがそうですね、ジズライザーですね。あのでもせいせいさん使ってたジズライザーってこっちの方かなって、このちっちゃいタイプの。そうですね、ちっちゃいのは使ってます。これですよね、はい、はい。これでかいです。これでかい、5センチも厚みあるんです。これそれでかいですね。それ、はい、使えるんですか、逆に。それはあ、ただこっちはあんまりおすすめしないんです。なるほど。こっちよりもこっちの3センチの厚みのあるこっちですね、こっちが、はい、こっちが、はいはい、2センチなんですけど、こっちがあの3センチで、これあの多分本職のなんか草刈りの職人からすると高いんですよ。そうですね、刈り高3センチっていうのがあるんで。でも農家の場合だとこれいいなと思うんですよ、高刈りに。そうなんですよ、はい。ちなみに高刈りになると何がメリットありますか？高刈りになると、はい、その竹の種類しか残らないから、はいはい、あのヒデチャンネルを見てください。はい、ありがとうございます。草刈りヒデちゃんのチャンネル載ってます。これでもあの石に当たりにくいんですよ、チッピングね。そうなんですよ、これが痛かった。これね、石に当たりにくいからかえって3センチの厚みっていいんですよ、ほんと。ということは石に当たらないということは刃がどんな感じになりますかね？刃がね、はい、かけにくいんですね。そうですね、ということは長持ちするというわけですね、つまりお金がかからないということですね、はい。そうなんです。それで地面を滑らせるように刈れるので結構ね、その力もいらないですし。なるほど。これがね、3センチの厚みがこれちょうど一番なんかあの農家にはぴったりじゃないのかなと思ってます。確かにいいかなと思いますね、はい。さっき結構チッピングしましたからね、はい。2センチだとねちょっと当たったりするんですけど、ただこれも欠点があって、物によってはなんかあのジズライザーたまにバウンディングみたいにするの分かりますか？なんとなく、なんとなく分かります。それが2センチよりこっちの方がしやすいんですね。だからなんか環境によったり、その人の草刈り機によってすごいバウンドする人もいるので、そこだけちょっとこれ要注意かなっていうところですかね。そうじゃなければね、これちょっとおすすめしてます、はい。あと続いてこれですね、じゃじゃん、これです、はい。これ何でしょうかね、見たことありますか？これ、それはこれジグソーですね。ジグソー、何ですかジグソー？あのなんかダダダダっていうジグソーですか？これあの映画のソーで出てくる、よくあの人を切り刻むときに使われるやつですね。それ大変ですね、それ俺そしたら YouTube できなくなっちゃいます。バンされます。ミラクルブレードって言いますね。ミラクルブレードの旧型と新型ってよく言われるやつなんですけど、はい。ミラクル光る？モノマネ芸人。
好きですけどね、俺もミラクルヒカル結構伏線でありますよね。ミラクルヒカル面白いですよね、はい、これ何がいいかっていうと、低速でもかなり草が切れるんですよ。なんでですか？刃の形状がものすごく、そのチップ自体がそんなに、なんていうんですか、大きくないっていうんですかね。こういう田んぼのあぜ草なんか柔らかい草が多いんですけど、このチップの形状が巻き込みやすいんですよ。とってもよくこう穴が開いてるじゃないですか、はいはい、あれ実は穴が開いてるところに草が入り込むんですね。スポンスポンスポンって実はやりながら、そうすると結構草の抵抗で何て言うんですかね、回転スピード落ちやすいんですけど、これ落ちにくいんですよ。なるほどね。ただ重いんですよ、その代わり。確かに重そうだ。こっちは重いんですよ。こっちはね、改良して逆に軽くなってるんですけど、刈り味がでもこっちの旧型の方が俺おすすめなんですよ。ちょっと重たいんですけど、持つとこっち持つと軽いですよ。これいいですか？はい、軽い。はい、こっち軽いんですけど、なんか軽い、パンチ力が軽いみたいなイメージ。さあ、なるほど、はい、こっちはなんか重厚感があってなんかぬる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 って刈れるんですね、低速からでも。ちょっと重めですね。はい、ね、重いんですけど、でも刈り味とか含めて結構これおすすめしてます。ヘビー級ですね。はい、一回使うとね、低速で、であと充電式の草刈り機ぴったりです、この2つどっちも。やっぱり充電式の草刈り機って低速で刈らないとすぐ電費が落ちていくんですよ、はいはい。で結構低速でゆっくり刈るとものすごい綺麗に刈れるんですよ、これが。充電式にじゃぴったりですよ。ぴったりなんですね、この2つが。はい、だから充電式の草刈り機検討されてる方はこっちもちょっとねおすすめしてます。はい、あと次充電式の草刈り機持ってる方でおすすめなのが、これ実は三洋金属の 3S チップ層っていうやつなんですけど、ちょっとチップ層自体はもうないので。ないんかい。ないですよ、もう。ないんかい。もう使ってなくなっちゃいましたよ。より使ってるってことですね。そう、パッケージだけになっちゃうんですけど、これ結構おすすめです、うん。ただこれおすすめなのは充電式の草刈り機を持ってる方におすすめです。どちらかというと充電式の草刈り機でも切れ味重視の。若干でもね、これね、デメリットは重たいんですよ。刃の形状が、後で今ここに出しますけど、インサートね、はいはい、出しますけど、三洋金属なので、シャークシリーズって知ってますかね。サメのシリーズですね、うん、でも本当知ってますか。知らないです。シャークシリーズっていうチップ層の刃の形状に似てるので、やっぱり切れ味は担保されてるんですよ、しっかり。でもちゃんと刃の形状をよりこう抵抗少ないように電費にもこう向けられてるっていう刃なので、草も枯れて電費も守られてるっていうので、これね結構おすすめしてます。なんだって。はい、まあ先生さんね、エンジン式だからね、最新式のね。僕は関係ないです。そんなことないでもあんまりエンジン式でこれ使っても他にもいっぱいチップスあるので。そうですね。逆にエンジン式で使うような、先生さんさっき使ってたチップスあるじゃないですか、はい、ああいうのを充電式で使うと結構切れ味は良くても電費落ちちゃうんですよ、ね、重くてとか。重くて、はい、いろいろその要因があって。でもこれだと電費伸びるので、これおすすめしてます。使ってみてください。はい、続いてはこちら、ヘキサゴンブレードです。なんじゃそりゃ。これ知らないですか。歯ですか。歯、こんなちっちゃい歯これでは枯れないですよね。はい、ジズライザーじゃないの。ジズライザーじゃないです。これ使い方は、ね、このチップ層の上に、はいはい、こんな風に装着するんですね。チップ層の上に、はい、こんな感じになります、はい。でこれ装着するとどうなる。つる草を刈るときに便利です。つる草、ここの上に巻きつきますよね、つる草とか。まあ草も巻きつくと思うんですけど、そういうのがここでカットされるんですね。なるほどね、はい、だからそういう意味でこれ結構便利ですね。絡まったやつをぶった切る。そうなんです、ぶった切るっていう、はい。注意なのは、力の弱い充電式の草刈り機だとここでも抵抗あるので、電費を落ちやすくなったり、なんかちょっと力弱いなっていうのがあるので、これどちらかというとエンジン機種の方がいいなって。エンジン式推奨。あとは充電式でも余裕あるものじゃないとちょっとこれは使えないかなって。 80V マックスみたいな、あればもう行き過ぎても。
あれはもうちょっと違います。 40VMAX よく覚えましたね。 80VMAX もう完璧なんで、プロ農家なんで。さっきのあのいろいろなんで覚えました。全部覚えました。さすがですね、はい、でも本当にあのつる草の時とか、あの巻きつきやすいようなちょっと背の高い草の時にはこれちょっとおすすめしてます。はい、しかもこれ値段も安いので。いくらですかこれ。1000円ぐらいかな。ちょっと忘れちゃった。でもそんな高いものではないので、これあのつけて買ってる方もたくさんいますので。これ多分1回買えば結構持ちますよね。そうなんです。あ、しかもこれ研げばまた復活するので、そういう意味でもこれちょっとおすすめしてましたね。あの農家さんはさっき言ってましたよね、やっぱね、はい、いくらでもかけたくない。そう、1円もかけたくないんです。ですよね、はい。まあ、1円じゃないけど、あの巻きついてイライラするんだったらこういうのもありですよっていう、はいはい、必ず巻きつきが取れるってわけではないので、はい、ある程度でもこれで緩和してます。もう値段関係なしにこれです。じゃん。これは何ですか。これつむら L52 オールラウンドっていう草刈り場です。色がすごいかっこいいですね、はい、かっこいいんですよ。でもこれ高いんですよ。嘘ついちゃいました、なんか。そんな高いって言ったってね、大して額じゃないでしょ。いや、高いです、これ。いくらするんですか。え、せいせいさんの買ってるチップスを、なんか5、6枚分すると思います。1枚だと1000円以下の時ありますよ。1000円ぐらいですよ、1枚。あ、じゃあ失礼しました。はい。あの、3枚、4枚分ぐらいです。ごめんなさい、俺。そこまで安いの。あの、5、600円のやつかと思っちゃいました。あ、まあ、まあ、2枚だからそうか。2枚で1200円とか、まあ、600円ぐらい。あ、じゃあ、まあ、5、600円だったらやっぱり、うん。うん、高いっすね。結構しますね。高いんですよ、これ、本当に。何がいいんですか、これ。切れ味最高なんです。切れ味か。はい。これで草を刈ると、ちょっと映像流すんですけど、何それ。いやー、これは何したこの。これ初めて買った時にもうなんか草を刈るじゃなくて空気を刈ってるんじゃないかっていうぐらい、もう感覚ないぐらい。あ、もう感覚ないんです、本当にスルーってこう斬鉄剣じゃん。あ、すごい FF だな。切られたことに後から気づくみたい な, たいな、はい、すごい。でも本当でもそれくらい切り口鋭いんですよ、この L52 オールラウンドって。しかもその草もなんですけど、これあの雑木とかそういうのまで切れるんですよ。なんかあらゆる用途でこれ草が枯れるので最強やん。なんですけどこれの欠点なのが値段もなんですけど、耐久力ないんですよ。持たないんかい。歯がむき出しになってるんですね。チップじゃない。チップですよ。ダイヤモンドチップですか。でもそのチップがもうむき出しすぎて、はいはい、やっぱりいろんなところにぶつけたりするとすぐ摩耗するので、はいはい、草というよりコンクリートとかその物質に当たると欠けちゃう、はい、欠ける、うん、欠けたこともあります。欠けやすい手はもう欠けると思います。はい、なるほどね。本当になんか何もないところが俺はこれおすすめしてるんですけど、はいはい、京阪でもなんかあのなんだろう、石ころないようなところだったらいいですね、はい、警戒食いとかね、そういうのもないところ、はい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 、ああいうところあるところだとここで引っ掛けちゃうと涙を飲んでしまう派ですね。3000円以上しますからね、はい、でもあの切れ味は一回あの味わうとやめられなくなります。これは使ってみたい、はい、これ素晴らしいです本当に。これはねちょっとねそういう意味でおすすめしてます。うんと、なんですか、なんだろう、木がゴロゴロしてるところを買ったりすることってありますか。あ、たまにありますね。蜂がよくいるとか。あ、そうです、そうです、はい、そういう木がゴロゴロしてるところはこれがいいですね。このちっちゃい190センチメートルのこの山林用のこのチップスを、山林用、はい、ちなみに先生さんがさっき使ってたやつを山林で使うと切れないです。そうですね、あれは、まあ、笹とかそういうのが切れない、しいやつだね、はい、逆にこっちのが切れますね。消木とかそういうのもこれだと切りやすいので、ノコギリみたいになってますかね。そうです、ノコギリというかそういう形ですね、はい、で、これのいいところってあのキックバックしにくいんですよ、ちっちゃくと。あ、ちっちゃいからね。あの、なんていうんですかね、大木とかにその普通のチップスを入れるとガーンってすごい反動するんですけど、これ反動が少ないんですよ、とってもすごいですね、はい、ちっちゃいから。しかもああいう大木あるところって必ずしも大きいチップスよりもちっちゃくて小回り効くのが刈りやすいんですよ。だから農
かというも、たまにでもそういうとこやっぱり刈るときには年に数回か1回でもいいんですけど、これがあるとすごく便利ですね。いいですか、一家に一台欲しい。え、そこまでじゃないですそこまでじゃない。いいコメント言ったつもりなのに、うん、それはあの欲しい、これそこまでじゃないです。今日一のやつ出したの、うん、今日一じゃないです。これあの特に最高におすすめじゃないですけど、そういう場面があったら本当にこれはおすすめですってやつですね。三輪用です。はい、三輪用となって、これ逆にあの短い草とか今日の買ったようなあの草だと本領全然発揮しないです。あ、なるほど、ね、はい、全く枯れないのでこれは、はい、ハードタイプ、はい、しかも190ミリであの作業性最悪なので、はい、なるほどね。本当にだからそういう大木があるゴロゴロしてるようなところだとこれおすすめです。木ごと刈ると、はい、じゃああと最後ですけど、これね、あとね、好きなんですよ、これ。すごいな。三枚刃ですね、これ。三枚刃。三枚刃。はい。こっちの三枚刃は、あの、力の弱い充電式の草刈り機でも OK ですね。はい。いけるんですか？255ミリなんですよ。軽いんですよ、これ。ちょっと持ってもらえますか？軽い。で、あの、さっき。軽いで持ってない。超重量級のチップスを持ってもらえます。いや、重いこれ、マジで重い。重いですよね。マジで重い。はい。ということは、こっちで刈るとものすごい竿を振るの楽なんですよ。めちゃくちゃ軽い、ね、はい。なのでちょっと力がなーっていう方がいたら、これかなりおすすめです。これは何用なんですか、これは。これは柔らかい草を刈るのにいいです、本当。牧草とかなんかそういうのもいいんですけど、あのこういうあぜの草とかもバッチリですね。なんかツタ刈るとかのは違うんですか？ツタよりはなんか柔らかい草の方がこっちの方がいいです。ツタも枯れますよ。でも柔らかい草がいいです。あとメリットが、これこう買ってるじゃないですか、はい、切れ味落ちるじゃないですか。落ちたらひっくり返すとまた切れ味復活するんですよ。逆場で枯れると。そうなんです、逆場もあるので、そういう意味でもいいですし、あとこれ研いで使えるんですよ。確かになんか研がれたような。はい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 、かなりリーズナブルなんですよ、値段も。確かに長持ちしそうです。そんなに値段もしないので、これあの丁寧に丁寧に使っていくと、これだけでかなり草が枯れるので、あのこれかなりおすすめしてます。これいいですよ。ただデメリットもあるんですよ。石にぶつけるとすぐダメなんです石にぶつけるとどうなるの？石にぶつけると歯が欠けたりとかもします。あ、歯自体が欠ける。もしくはもう変形するぐらいひどい時もあります。柔らかいんですよ、材質が。なるほどね。なので本当にだからこれ石がないところで、もしくはあの鷹狩りっていうんですか、はい、ちょっとそのあの高い位置で軽く草刈りをやるのがこれがちょうどいいのかなと思います。石のないところで鷹狩り推奨、はい、はい、推奨となってます。はい。で、それよりさらにすごいのがこっちですね。はい、これです。津村三輪三枚刃です。なんか今名称変わったみたいなんですけど。あとこちらですね。津村の鶴草三枚刃。こちらの方購入しました。まだね、一回も開封してないですけど、ちょっとこれからね、試していきたいと思います。どれくらいね、鶴草にね、こう対応するようになったか。刃の形状もね、三輪三枚刃とちょっと違うんですよ。なんか改良されてるみたいなので、ちょっと楽しみです。これ見たことありますか？なんか YouTube かなんかで誰か使ってるの見たことあります。結構これ YouTube でもたくさん取り上げられてるんですよね。で、好きなんですよ自分これが。かっこいい。はい、いやかっこいいとかじゃなくて、あの結構枯れるんですよこれ草が。切れ味もいいんですか？これが刃渡りが305mm なんですよ。あの普通のチップスは255ミリなので、はい、あの大きいんですよ。なるほどね、はい、だから作業性ものすごくいいんですよ。であと最近教えてもらったんですけど、あのクズっていうかツルクサ、ツルクサあれ刈るの大変？めちゃくちゃ大変ですね。ですよね。普通のチップスであったら絡まって絡まって、はい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 、5分に1回は止まります、ね、はいはい、あの絡みやすいのも教えてもらったのが、こういうなんていうんですかね、平面に切るんじゃなくて、これを使って斜めっていうんですか、切るとあのズルズルズルって切れるらしいんですよ。まだ試してないんですけど。やってないんかい？やってないんです。やってないんかい？向こう教えてもらっただけなんですあと三輪もなので、あの消木とかそういうのも切れますし、笹とかもザク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 切っていくんです。枯れると、はい、ただこれも致命的なのが材質弱いので、はい、石に当たるとすぐダメなんです。でそこは逆に
ここが出番なんですよ。案外この組み合わせ良かったんです。これさっきはあんまりおすすめしなかったんです。今度ジズライザーハイっていう、はい、これ5センチの厚みがあるんですよ。5センチのやつ、はい、随分分厚いやつ。分厚いですよね。これをここにかませて、はい、刈ると地面に当たらなくて、まあずっと延々に刈ってられるっていうか。あえてつけてやるんですよね、はい、ただね、これのデメリット重たいんですよ。確かに持ってもらうとも分かるんですけど、まあ、なかなかの最重量かもしれないですよね。これ最重量かもしれない、はい、だからこれ持ち上げるよりはこうちょっとズズズズッとやりていきながら刈るといいんですね。引きずりですね、はい、あとこれ秋の草にすごくいいです。あの硬くなった、はいはい、ああいうのも結構ザク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 これで刈ってくれるので、あ、はい、あの本当にねこれはおすすめなんですけど、ただなんかあの本当の本職の人たちっていうんですか、草刈りの、はい、の人たちは柔らかすぎてすぐにあのなんていうか石とかぶつかるとダメだからっていうのでちょっと無理だっていう方もいるんですけど、ガチ勢向きではないですね。まあ丁寧に使うとこの葉自分はちょっと好きだなっていう葉ですかね。ちょっとシャリンガンみたいですね。出た出たナルトだ。万華鏡シャリンガン。ちょっと俺世代違うんですけどね。知らないんかい。ちょっとナルト好きの方もね、ぜひ試してもらえたい、はい、多分ここ見てるのちょっと違うと思います。違うかい。的外れやないか、はい、カットするかもしれないけど。カットしないでください、はいはい、でもまあそんな感じになってます、はい、あと最後ですよね。ちょっと今日ごめんなさい、この2つしか持ってきてないですけど、出た出た、ナイロンコードとなってます。ナイロンコード、農家はナイロンコード使う人もいればぐらいですか。なかなかいないですね。うちの周りではそんなに使ってる人1農家ぐらいかな。やっぱりそうですね、少ないですね、はい、ちなみにナイロンコードってどういう目的で使えますか。ナイロンコードはやっぱり際ですね、はい、やっぱりコンクリート際、はいはい、あとそのやっぱぶつかったらね刃が欠けちゃうようなとこ、はいはい、際どいとこをやっぱり攻めるイメージはあります、ね、ですよね、はい、でも一般的にそうなんですけど、最近あのナイロンコードであの広いところを刈るっていうのも結構あのされる方もいるんですよ。主流になってるんですか。主流じゃないですけど、違うんかい、簡単っていうか楽なんですよ体が。なるほど、ね、ちょっと高い位置で刈るんですけど、だから見た目は悪いんですよ。あのちょっとボサボサになったりするんですけど、でも往復で刈れるので。そうですね、刃の向きがないから、ね、はい、しかもあの 255mm のそのチップスよりもまた広く刈れるので結構面積稼げるんですよ。作業効率がいいと。はい、で夏くらいまでだったら 26cc の草刈り機でもこういうものを駆使しながら刈るとチップスよりも結構あの作業性よく刈れる場合があるんですよね。刈ってて楽でした、さっき。ああ楽でした、さっき刈りました。はいはい、そうなんです。ナイロンコードって先端も軽いので楽なんですよ、うん、ただナイロンコードの欠点は飛び草ですね。何ですか。あ、そう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 、え、違う、ちょっと俺は違うんですけど、帰り草ですね。帰り草はでも嫌な人はもうあれで絶対ダメですよね、はい、自分言いたかったのは、はい、なんだっけか今ので分かんなくなっちゃったよ。俺のせいで忘れました。もう今、はい、あのちゃんとあの言おう言おうと思ったらなんか帰り草で、あ、なんかあれ笑ってなっちゃった。ごめんなさいね、なんかもう先生さんのものすごい最高な言葉で忘れちゃったもん。俺のせいでね、はい、何ですか、はい、あの燃費っていうか燃費なんですよ。あ、あんまエンジン機種だと気にならないかもしれないですけど、あの充電式の草刈り機だとあっという間にこれやると息切れするんですよ。あ、やっぱ負荷が強い、ね、負荷が強いんですよ。でエンジン機種でもやっぱり燃費食うんですよ、はい、でもそれでもナイロンコードやる人の意見はもう燃費を食ってもいいから楽なんですよ。本当早く終わらせたいんですね。早く終わらせたいとか、もう軽い力でザーザーっといけるので、うん、だからあのそれも賛否両論あるのはもちろんなんですけど、そういう借り方もありますよっていう、はいはい、でその中でちょっと今回2つ持ってきたんですけど、さっきねあの先生さんにもやってもらいましたね。両方使いました、はい、こっちちょっとごめんなさい、このコードしかないんですけど、こっちあのエコーのクロスファイヤー 2.4mm っていう、まあ、プロ仕様のコードなんですけど、これの時ってあの先生さん、こっちはね、やっぱナイロンがね、はい、トゥルントゥルンなんで、はいはい、深なく刈れましたね。こっちの方が軽かったイメージがありますね。なんかあの、
すっきりというか、あの手元とかにも、そうですね、反動が少なかったですね、はいはい、スーッと刈れるイメージですね、はい、気持ちよく刈れるんですよ。で、気持ちよく刈れるけど刈り味もあの結構担保してくれる方なんですよ、はい、いい切れ味でした、はい、でこっちの逆にあのオレゴンのこれフレキシブレードっていうやつなんですけど、こっちの時はなんかこっちはね、やっぱナイロンがね、はい、サメの歯みたいになってるんで、はいはい、なかなかの反動がありましたね、はい、まあ、その分コッパみじんになるんで、はいはい、草が気持ちいいんですけどちょっと反動があるかなと思いましたね、はいはい、でこっちの方がやっぱりあの切れ味さらにこっちよりもいいと思うんですけど、でもガガガガガってすごいですよね、反動はすごかった。しかもこっちよりもあの飛び散り方半端なかったです、うん、もう帰り草すごかった、はいはい、帰り草がすごいっていうか先生さん、なんか泥をめちゃつくちゃ先生さん、先生さん俺こんななってんすけど、なんかめちゃくちゃすごい、もうすごいことなってんすけども、これ何ですかこれ、これもうこれなんかもうあの草汁ですね、草汁と、あと草汁ともなんかこの辺も全部もうこれも帰り草が、帰り草、帰り草がやばい、帰り地ならぬ帰り草、これやっぱダメだな、うわーごめんなさい、切ったね切ったね、全部中ななっちゃってましたね、びしゃびしゃになりました、ね、はいはい、ただでも切れ味重視なのはこっち間違いないなと思うんですけど、はい、なんかそういう特性の違いがあるんですよね、ナイロンコードにも、うん、今回でもあの先生さんにもちょっとね、いろいろ協力していただいて、初ナイロンでした、本当初だったんですよね、あれ初ナイロンでした、気持ちよかったです、ありがとうございます、本当にもう自分ナイロンコード大好きなので、ね、本当に知らなかったです、はい、世界が、はい、草まみれになってもいいからやりたいぐらいなしかも草まみれになる方が気持ちいい、草まみれ、草を浴びたいんですね、浴びたいんです、それがやっぱクロートです、ね、はい、今日は浴びれなかったのですいません、仕事取ってしまって、もうなんか今日はチップソで帰りましたけどねここ全部ね今ね、はい、でもそういう特性がありますね、本当、でも必ずしもナイロンコードやっぱり際上がりが一番かな、そうですね、やっぱり燃料消費が激しいとか、でも本当に体楽になるので、あのちょっと高い位置でその面積を稼ぐっていうやり方も今ごくごくだんだんなんかそのなんていうのかな、浸透じゃないですけど、うん、してる人も増えてきてるので、あのもしよかったらやってみるのもいいと思います、はい、おすすめです、ありがとうございます先生さん、自分も使いました、はい、やっぱり最後この刃ですよね、八枚刃ですよね、これやっぱりあの切れ味も担保されてますし、あと研げばすぐあの切れ味が復活して、これってかなりリーズナブルで経済的な刃ですよね。でこの刃を使う時にはやっぱりこういうちょっと複数枚用意をしながら運用するのが一番いいのかなというふうに思います。切れなくなったらねすぐ交換するというやり方ですね。やっぱりあの草刈りって利益生まないですからね、できるだけこう経済的に経済的にっていうふうになると、この刃ねやっぱりなんだろう、チップスが出てからやっぱりこれどんどんねあの隅の方に行ってしまったんですけど、またねちょっと再評価される刃なのかなというふうに思います。ただ荒れ地っていうかね、ちょっとこうなんだろう、田んぼなぜ草でも少し荒れてるところだとね、これすぐ切れ味悪くなるっていうところもあったりするので、あの草を刈る時もねチップスのようにこう攻めてはいけないっていうところもありますよね。でもやっぱりこれがねなんかすごくリーズナブルというか経済的で何回も使えるっていう点ですごくいいんじゃないのかなというふうに思います。今でもなんかこう紹介した中で、あこれもし使ってみたいなっていうのはあったりしますか。やっぱり、はい、万華鏡シャリンガン三枚刃ですね、はい、あ三枚刃これちょっと三枚刃気になりましたね。これは完全に中二病をくすぐってますね、はい、あこれねやっぱりハマる人はハマるとこれかなりいいと思います。シャリンガンって4枚刃だったかな、はい、山林もそうなんですが、秋の草でもこれザク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 枯れるので、これからの時期にぴったりよ、はい、ぴったりだと思いますね。これはちょっとおすすめしたいと思います、はい、ということでこれで終わりにしますけど、はい、あの先生さんありがとうございました。こちらこそありがとうございます。プロ農家らしいご意見たくさん頂戴しました。そうですね、プロ農家の貴重な意見与えれたと思います、はい、はい、もうすごく多分皆さんためになってると思います。そうですね、プロ農家ですけどね、はい、この中のね、はい、やつで1個も使ったことない、まあ、ナイロンコード2つは使いましたけど、そうですね、使ってないのでね、ちょっと、はい、予想という意見になりますけど、ね、はい、使ってみたいなと思うというやり方がありましたね、はいはい、では皆さん、あのどうもありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。どうもチャンネル登録、高評価よろしく。嬉しい、ありがとうございます。僕のですよ、僕のチャンネル。やめてください自分のチャンネルなのに。俺チャンネル登録よろしくお願いします。自分もお願いします。あれ、なんでそんな風に言ってんだ。どうも、はい。